行きます。はい、いいでしょ。ちょっと待って、どうやって出すの。どうやって出るの。中にボーナス引いたら押し順が出るらしくて、ベルとか揃うたんびに溜まっていくんですって。うん、だからボーナス引かんと話にならんっていう。あ、なんか今の黄色ちゃうの。ちゃう、ただのチェリー。あ、ちゃうわ、チャンスメブーや。ほらほら、やっぱりそうや。チャンスメや、これチャンスメ。プーヤやっぱ金やったんや。俺見間違えちゃうで。はい、ボーナスお気に。はい、58ゲーム、どちらまでボーナス、ビッグボーナス。はいはい、わっしょい。はい、ボーナス持ちたら、これでかいよ、どちらまで。これね、100ぐらいやったら俺当てれるんですよ、マジで。まあかん、多分でもほんまに5個ぐらいは最低でもないと。クルーレット、また。ああ、もういきますね。で、まあ止まったらいいってことね。まあ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 、3個じゃそうなるでしょうね、参考者。はい、で、まあ、とりあえずビッグボーナス、これで終了と。え、204枚。何やってんだべ、おにゃろ。ちょちょちょ、ボーナスも割とヤバいな。なんでろ、3択のチャレンジすらあんま出んくん。まあでも逆にゼロやったら、うん、チャンスの勝手やから。ゼロやったら逆にええんや。あ、なるほどね。まあ、初代の中央って言ったことないよ。あの AT ですか。まあ僕、なかったんですよ、もう。僕、初代北斗からなんで。野生のカッこれ熱い。チャンス目の後にこのデメはもちろんチェリーの可能性もあるんですけど、はい、外れましたね。あ、違った、9万円でした。こう左リル上段、中リル中段止まってボーナス企画ですよみたいなパターンもあり得ると。で、これ何やろね、多分この新しいキャラボーナス取るぞ。140ゲームかわいい、はい、ライオンダーチョウソー。あ、やっぱこれだよ。もう3回目のボーナスですよ。軽いなボーナス。まあ、あんまり設置するのはいっちゃないんで。あ、ビーストバトル30ゲーム、ビーストバトルね、こちらまで来ました。今日チェリーからでしょうね、おそらく。いきます。相手は誰、アンドリル、勝利期待度3と。いきましょう、さっき行けたんでね、 25% から。55%。 うわー、もったいないな。これちゃんとそのまんまあれなんですか。復活あるんや。いや、復活あるんですね。ちょっと待って、 55% で無理か、きつっ。はい、2個
ップゼロなんで、チャンスさん。最近のサミーのあれ通りトロフィーが出ることなんかはあると。さあ本日2回目は京都50パーですから、まあ言っても50パー何回もそのようなもんではない。これも残念パターン。あ、違った。あ、このレベルもあんのよ。トラムさん、よし。でも色変わらんかったな。色ステップアップせんかった。おっと。どうせこれだけで50パーありますから。いや、いったっしょ。さすがに。なんならボーナス来るよってレベルなんで。これはそらそう、そらそう、ゲット、挑戦権、挑戦権、頑張れよ、挑戦権。69、99、あ、もう任せよ、そらもん。さあ、この次のゲーム、僕多分一撃しか見たことないんですけど、一撃が熱いんやと思います。一番普通のやつ、50の1。まあ、結構いろいろあって50ゲームプラス、10ゲームの50パールーブとか、だからゲーム数増えてるんですよ。70ゲームとか60ゲームとか変なゲーム数もらえる時もあるっていう。まあ、でも全然100とかも全然あり得るっていう確率なんで。京セリー、京セリー69ゲーム。もう一丁ゲーム。あ、デメが明らかにおかしい。一応でも狙っとこうか。あ、ちゃうわ、9枚跳ね出しちゃったし、なんだよ。でも赤ゲット。はい、挑戦権、挑戦権、どうぞ、頑張れよ、挑戦権。いいよな、下段にチェリーで、チェリー、そう、はい、まあ、いいわ、ボーナス、はい、レギュラーボーナス、75ゲーム、レギュラーボーナス、はい、はい、何事もなく終了と。いきます。やっぱレギュラーって激弱なんすよ。しゃあない、しゃあない。まず大事なベルネ9番役を3連続で引けば獣玉もらえます。で、以降、9番役引き続ける限りもらえるんで、熱い。おお。
お前大丈夫なんこの台大丈夫かな大丈夫なん大丈夫かな。え、ただもうブレ方がエグいってことやんな。いやでももっとやれる感はあった。初めて俺が打った時は ART 中にボーナスを引かんとあかんやろ。まずボーナスは強い、引いたらこれが溜まっていくねんな。あと1回ずつ頑張ろう。 ART 前向きやなお前。あと1回は頑張ろう、頑張ろう。そう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 、あーちょっとたくさんも来い。
このデメね、おかしいです。はい、122ゲームボーナス、こちらが はい、ビッグボーナス3回目、まあ、何やろ、しぶとくしがみついてる感はある。はい、肉ルーレット、お肉2つです。これはチャンスだぞ、お前。でも俺さっき6個で外してるんで、今チャンスだ、言わないでチャンスだ。え、何根拠で言ってんすか。ジャイアンツって松本だよ。知らんわ。えどうでもいいね。やべやべ、目がいってる、目がいっちゃってる、目がいってる、目がいってる、もうそめっちゃ目がいってるって全然わけわからんところにだから、確かにね、めっちゃ見とるね、チャンスアップ、チャンスアップ、そんなチャンスアップ作るかいな。ほら来た、ほら、あ、いつもちゃう、じゃでも、割とガチでチャンスアップっぽかったっすよ。初めて見た、初めて見た。あれなんだ、初めて見た。2個で、なんか当たりもちゃうところにあったのよ。いや、もうあれ、バングースの目が行ってたんだよ。ああ、ガーッガーッてさ、バングースの目がなりってたらチャンスアップがないよな。なあ、なんで。いや、知らんって。いや、あるあるある、あるんすか。ある。え、チェイ今から ART だよな。今やる大丈夫っすね。大丈夫だよね。もう34ゲームしかない、大丈夫。でも、こういう時にぶちかますのがジローじゃん。やったりますよ。頑張れ、マジで。まあ、見てろよと。重要な出し方教えます。こんなん言って出せたことないけど。これ熱そうですね。熱そうじゃねえんだ、バカ野郎、お前。なんすか、超熱だ、超熱だ、熱そうじゃねえんだ、熱いんだよ。熱いね、熱いね。行きましょう、行きましょう。おいおい、チャンスね、チャンス。これは熱い。そう、回るか。いや、でもこれ疑似例みたいなやつ、大丈夫ですよ。大丈夫、大丈夫。まだ次がある、次がある。あ、ほら、おかしい、おかしい。お、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。え、お前マンドリル、やばない。純蔵一番やほんまに大丈夫、出えへんパッツロなんてないっすからね。そうだよね、はい、確かにないない。下手なのはこっちサイドやから、抗っていきましょうよ。もう俺ら今日ほんまレジスタンスみたいなもんよ、ね、え、ちゃう、ほんまに維新軍、維新軍、俺ら維新軍、俺ら俺らを巻き込もうとしてる。いや、ほんまに、いやいや、やめて、噛みついていきましょうよ。この手玉制度あ、そんなもんどうでもよ、お前言う通りよ、お前やってやるって、やってやるってよ。
ほんま。でしょ。ほら、魚拓さんも今7揃った。ああ7揃ったよ、ちょうど。次、魚拓さんの番ですよ。やったってくださいよ。やったってください。でしょ。心折れたらしまいですから、ほんま。怖い怖い。牙剥いとくから、こいつらもう。落ち着けてたんじゃない。励まし合ってるところやん。いや俺マスカッツ行ってこいかな。俺マスカッツ行ってこいかな。さっきのマングと同じ目をしたの。危ないな。マングさん、ね、戻ってきた。ありがとうございます。ありがとうございます。ラッキーゼロ。これゼロやつチャンスゾーン行くねんな、最低。めっちゃ笑ってる。今笑ってんじゃん、笑ってんじゃん。チャンスアップ、チャンスアップ、チャンスアップ。普段どうでしたっけ。普段からこれちゃうかな。めいってる、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 めっちゃチャンスだ、ほらほら。どうしよう、じゃあゼロ確定なんて。そうそう、いや、みんなめいってた。いや、めいってるのかな、あれ。こんなに来ないよ、来ないよ。あ、バグっすね、バグ。おかしいっすね。え、これさ、何パーぐらいの？ 50%。 誰？お、特性なし、一冊のやつよ。うわ、すげえ。なんだ俺、試合中に何でスマホなんか見てんだ。別に見てもいいじゃねえかよ。てめえどうせエッチャーのお金も見てたんだろ。もっと今見てんだよ。うるせえばか、俺の稼いよ。やめろやめろ。ああ、これは今超便利だって噂のジャンバルドット TV 新着アプリじゃねえか。人物タブを利用して好きなメンバーの情報だけを見ることができるんだってな。さらにスワイプ機能搭載によりページ移動が簡単スムーズなんだって。それにプッシュ通知機能でジャンバリからの大切な情報をお知らせしてくれるって話じゃねえか。俺のスマホにもこのアプリを入れやがれ。分かったから話してくれ。